はい、ございます、今日がやってきました。今はですね、フロリダはタンパ、ショーオークという施設に来ています。この施設はですね、コート2面にプールがついています。とてもですね、なんか豪華な感じがします。今日はですね、ワックテニスチャンネル、初のですね、海外から配信したいと思います。前回打点のお話しましたね。あの中でも質問が結構ありまして、まあ、打点を作るためには、まあ、こういう体の使い方ですね、どれを基準にしたらいいかということをお話ししました。ただその打点を作るまで、ボールに行くまでどういうふうに速く行けばいい、足を速くすればいいのかみたいなことをですね、何かお話しいただきまして、ちょっと考えてみました。普通のですね、ショートラリーや正面ラリー、まあ壁打ちなんかは自分のこう元にボールが来てくれますんで、そんなにですね、足を動かさなくても、打点は作ることができます。ただちょっとですね、振り合いのラリーとかポイントや試合になってくると、まあ、どこに飛んでくるか分かりません。それについて早く打点を、いい打点を作らなければならないというのが、まあ、テニスの難しいところだと思います。じゃあそれをですね、どういうふうに克服していけばいいのか、それをですね、今日はお話ししたいと思います。大事な点は何点かあると思いますが、まず大事なのは構えですね。皆さん、少し確認していただきたいんですが、普段構えをですね、どのように取っているかですね。よくあるのはボールが来るまでですね、こう突っ立った状態とか、もしくはスタンスがですね、まあ、非常に狭いとか、なんかいろいろ課題があるんですね。まず、我々が提案しているのはパワーポジションといいまして、まあ、走るときに用意ドンの構え、テニスではこうするとですね、逆のサイドに来たときに取れませんので、用意の形で重心が真ん中に来るようにセットします。これが構えのポジションで、パワーポジションになります。このポジション何が良くなるのか、2つあります。1つは、反応が良くなりますね。このポジションを取るとどっちに来るかという反応が良くなります。そしてこのポジションを取ることでパッと動き出しが良くなるんですね。こういう突っ立った状態で相手がボールを打つ瞬間に反応が良くなるか、もう一つは反応はしてもパッと動き出せるかって考えるとなかなか難しいと思います。用意ドンの構えのテニスの構え、パワーポジションですね。この状態から相手が打つ瞬間に反応します。反応、そしてパッと動き出せるようなポジションがこのパワーポジションのいいところなんですね。ここで気をつけておかないといけないのは、せっかくパワーポジションは取ってるんですけども、予測がですね、大きすぎて重心、気持ちがですね、ちょっとこう寄っちゃうんですね。こうなるとこっちは取りやすいんですけどね、こっちに来た時にちょっと遅れを取ってしまいます。だから、体もですね、気持ちも真ん中に持ってこないといけないわけですね。ある程度の予測は大事です。このパワーポジションを取ることで、相手が打つ瞬間にリズムを作ってどっちに来るか反応します。そして一歩の動き出しが速くなるとですね、いち早くボールのところに入ることができ、で、前回お話ししたこういう左手を使うとか、肩越しにボールを見るとか、こういう動作が入ってくるわけですね。私はよくですね、 YouTube でフェデラーとか錦織とかトップ選手の映像を、まあ、見るんですけども、どこを見てるかなんですね。こういう構えや、そしてこのフットワークですね、いかに、ボールのところにうまく入れているか、そしていかに早くですね、戻れて次の準備をしているか、こういうところにですね、少し着目をしています。そうすると、強い選手になればなるほどですね、スタンスをぐわっと広げて反応、動き出し、さらにはブレをなくそうとしています。ですから皆さんもですね、ぜひ少しスタンスをね、意識して、このパワーポジションが一体どうなってるのか、5つの基本動作の構えるの部分がどうなってるのか、少し確認していただきます。で、次に大事なのはフットワークなんですね。このフットワークには
ステップワークもついていきます。このフットワークとステップワークをですね、うまく使ってボールのところまでしっかり入っていきます。ですから打点をですね、うまく作ろうと思えば、まず構えを良くして反応、動き出しを良くしなければならないんですね。次回はですね、そのフットワークとステップワークについて少しお話をしてみたいと思います。これからですね、富士薬品セイムスワールドチャレンジプログラムに参加しているジュニア朝練をします。ちょっとね、頑張って追い込んでいきたいと思いますので、また YouTube で配信します。見てください。おはよう。おはよう。おはよう。